怖くて。広瀬君は僕にとって神のような存在だから。君は僕の助手になる。僕たちは共に手を取り合って数学で真理の扉を開くんだ。すっごく美味しいんだけど。わかりませんか。本気で乗り越えたくて。留学すればあなたはもっと上に行ける。今は魚見さんしか見えてない。何よそんなに焦ってるわけ。ランナに言わなくちゃいけないことがあった。もう一度だけ奇跡を信じたい。フェルマーの料理、金曜夜10時。奇跡は起きない。